よし、武器ポーチを大きくしててよかったかもね。あの上何かあったやな。シーバルトルネード、いつでも OK だ。あ、そう？俺の見てる方角に何かあったの見えてんだ。あれのことかな？塔じゃねえな。ここら辺何かあったやな。分かってねえんで。今何か見えとってよ、ほんまに。あ、あれ、あった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 。なんだ元手が言ったことなら忘れるんだな。ラブダの財宝ってチッ、ごまかせなかったか。ああ。兄さん、話してもいいんじゃないかな。僕たちでもなかなか解けない謎なんだ。こんな素人にどうせあの謎はわかりっこないよ。そうだな。しかし、俺たちが狙っているのはあの大盗賊、ラムダの財宝だ。もし見つけたら一攫千金、一夜で大金持ちだ。そんな情報を盾で手に入れよってのは、主が良すぎるよな。さすが最強のトレジャーハンター。金の匂いは逃さない。さすがだね、兄さん。ああ何 ?100 ルピーだ。本当なら、1000ルピーはくだらないでくだらないだぜ。どうする兄ちゃん、払おう。確かに。兄ちゃん、やったね。若き橋。かかる、川面の源流の、闇夜に浮かぶ、天の白滝。若き橋。若き橋のところにかかる小物源流の川の水面の源流の闇夜に浮かぶと。ラムダは宝の隠し場所を暗号にして残したって話さ。ラムダの手下だったやつの子孫の親戚から聞いたんだ。確かなネタだぜ。そんな確かな筋の知り合いがいるなんて兄さんさすがだね。兄さんさすがだね。そういうところか。そうなのか。まあ。ここね、行きましょう。ちょっとね、寄り道してました。痛いやつ、え？おい！おい！ちょっと。はぁ、あ、うぃ、うわちゃ！おい！あぶねえ。ナイスね。さあ、入っていこう。もしかしたら、普通に、リーバルトレネード戦でも、木の剣でいけた可能性ある。可能性はある。ワインの剣でね。あ、あかんわ。あ、ダメっすわ。へぇー、あかんかったんや。なら入っていこう。なら入っていきましょう。あかんかったね。うん。一回でいいよ。一回でわかる。こういうのはね。いや、下に水があったからか。可能性あるな。行くと、雷とかでうまくいったんかな。まあ、リバルトルネードで行ったから、行けたからいいんやけど。いいんやけどな。うん。ほくら落とせるし者よ。我は入った。女神ハイリアの名によき試練を与える。導きは水より現れる。あ、これ、あれじゃね？水ってことは、ここのアイスビーカーじゃね？うん？ああ、ああ、わかったわかったわかった。こういうところに。そういうことやろ。つまりそういうことやろ。簡単すぎだな。簡単すぎだな。ん、あ、向こう側に何かある。え？は？あーははははは。は、これはマグネキャッチじゃね？なら。無理か。あ、無理か。え？
どうするねん。ああ上から落ちてくる、下に落ちようとする。キャロック。あ、なんだかわかった。あ、来た。あ、来た。これキャロックにしといて、下を。これ人にやったら落ちるもんだ。その人に抜けますよね。あ、あ、そうか。あ、下手そうか。むずいこれ、あ、下手。あ、むずい。めっちゃむずいから。そう。な。まあ、これ一回やけど。あ、下に行くだけ。あ、そうだよ。無理だ。何だ。あ、そういうことだ。え、どういうこと。何だか分かってるよ。なんかキャロックで一旦止める。どうよ。あ、なんか、あ、そういうことだ。今分かった。あれやって、あれ、あれ、そういうこと。 OK、 行く方向変える。あ、あ、下手そうか、下手そうか。そういうことよ、こんな来た。いろいろとできてないような気がする。なんか違う気がする、いろいろと。あ、アイテムあった。ここに取りに行こう。ちょっと取りに行きましょう。よし、オッケー。お、紫ルーピー、やった。んで、これちょっと向こう行ってみたら分かると思う。あ、なるほど。あ、そういうことか。これを使う。そういうことやろ、つまりは。ビタロックにする。そして、あっと、危ない、落ちる、あっ、危ねえ。マッスルで、こうしといて、上でビタロックして、そしてそこ見せた。オッケー。まあ、なんとか一発はいったから。こういうことでしょう。あー、くそ。え、嘘、マジかよ。マジかよ、それ。嘘。いけると思ったのに。ちょっと爪が甘かったようだね。これね、そんな気した。うん。で、ああ言ってるから、あそこ止めればいけるんかなと思ったら無理で。あ、そういうことか。そういうことか。うん、無理やったら作ればいいね。そういうことや。これで生きたんじゃね？ほらー、ようやく来た。ようやく来た。そういうことや。つまりはそういうことや。レレレレレレレ、ナイス。ようやくやで。やっぱ氷をね、使うのが良かったよね。最初なんかめっちゃめ難しいことしようとしてたね。そう思うと試練を克服されよくぞ。やったー、あなた様こそ魔法を解くことなく今こそ目覚め入れるのに良いて克服の証を授けましょう。3つ目来た。これ証し授ける。やったね。テレレレレン、よし、3つ目ゲッツ。女神ハエリアの過去はあらんこと。あのトゲトゲなくなってくれてると嬉しいな、嬉しいなってやつやな。いいね。
なくなってるわ。よかった。よーし。じゃあ次行こう。あった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 。えぇ？護身の盾が割れた。え？嘘？うわぁ、うわぁ、ごめんよ。リンクごめんよ。もういかんわ。もういかん、一生いかん、一生いかん。いや、一生いかんってこともない。うん、こともない。うん、盾壊れたし、護身の盾。やめてくれ。やめてくれ、ほんと。あそこどうやったら行けんねん。ゴロスコ、マグマ耐性みたいなの、ないんかな？え？いや、どうやって行くん？こんなとこ。これ、ほんまに行かれへんからさ。これ、頼って。頼ったら、言ってたら、燃え尽くすというものがあって、それを取り忘れていることに気づいたよね。っていうね、落ちよね。落ちよね、ほんと。ここや。ここに何かあるはずないよ。ここで何か。お、なんだ？達人の斧。戦いに特化した両刃の斧。重量があり、使いこなすのに熟達した、熟練した技術が必要。そのため、いつしか降臨、達人の名が付くようになった。やった、取れた。あ、菓子おるやん。あ、ここ、あ、そういや、おったな。あ、テリーおった。いやいや。いやいや。誰関係やすつけるごめんなさい。テリーはみんな恋人。あんただけを見るわけにはいかないのです。いかないのです、ダリ。よし、いっぱい買っ、全部買おう。もうね。わあ。よし。まあ、これも買っていっとこう。いやいや。ふふって笑われた。めっちゃ泣きそうな子な声してる。おい。お届けやがるんだよさ。ごめんって、ごめん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 。許してくれ、頼むから。さあ、違うな。この西は心うまいの主人。おっつが趣味で焼いてる。いらっしゃいませ。お泊まりですか？いらないです。じゃあ間違えました。またのお越しを。冷やかしはやめてください。おはよう、あ、おはよう。君もこの山麓の馬宿り立ち寄ってるってことは、これからゴロシーに向かうの？そうです。だろうと思った。それにしても君、そんな格好でゴロシーまで行くつもり？はい。これだから素人は。あそこは絶壁も多いし、二号目からは体が燃えちゃうくらい熱いのよ。体が燃えちゃうくらい。まあそれ確かに、燃えたけど、燃えたけど。まあ君のことなんか知ったこっちゃないけど、死なれちゃ困るし、全くしょうがないな。少なくともこの燃え尽くすを使えば暑さはしのげるし、よかったら売ってあげようか。このスティーまでは旅慣れた人でも最低3個は持ってくよ。もう参考欲しい。オッケー。じゃあこれが燃え尽くすり。燃え尽く。やったー。それだけ持ってたらゴロンシティまでなら大丈夫かもね。ゴロンシティまでなら。はい。参考。よし。かける3。よし。助かった。こんだけ持ってけば大丈夫やろ。鉄のハンマー持っていっとこう。まあね。武器拡張したから。武器の方ね、持てる数。増やしたから。じゃあ行きますか。いやー、ようやく行けるぜ。燃えそうになったら、
飲んでいこう。ね。その前にちょっと、HP が心もとない。よし、じゃあ行きますか。あ、それまでちょっと、作っていくか。いや、ここ作れたよね。料理。料理作らんと、これ、この先きつそうやなと思って。んで、手荷物、マックスラディッシュ。さあ、この二つで、いいの、できるでしょう。